Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? So, I'm here in Hamamatsu City, Renshaku Town. This is my political activity. I want to try my political speech about half an hour. Let's do this. ということで、今から、あ、いってらっしゃい。おはようございます。今から30分ぐらい街頭演説をね、してみようかなと思います。まあ、ボリュームがね、小さいって言われてるんですけど、まあ、4.5 ぐらいで今日もやっていこうかなと思います。こんにちは。4.5 ぐらいでいいんじゃないですかね。こちらは、子どもの未来を作る党代表の、杉本です。2015年の後半ぐらいから、政治活動を、始めていて、もともとは短期間でしたが前坂中学校でね、仕事をしていました。で、短期間で、常勤講師としての契約が切られて、でそれで、その年の後半ぐらいに、政治団体を作って、政治活動をやっています。で去年の、地方選で落選したので、2つ目の、政治団体を作りました。子どもの未来を作る党の、代表としてまた3年後に向けて、挑戦をしていこうかなと、思っております。自分の経歴としては36歳ぐらいの時に、通信制の大学で、教員免許を取って、仕事をしていましたが、今はその子どもたちの未来のために仕事をするようにね、議員の仕事の方を挑戦を、しております。ということでもともと教員のね、仕事を、やっていたので、日本のその学校の教育のカリキュラムいろいろ問題があると思いますから、まあ、今の学校の、仕組みというのは、公務員である教員ファーストに、なっていますからね、まあ、せめて、子どもファーストの、学校教育になるように改革改善をね、目指していきたいなと思っています。で、小中高で、勤務していましたが、昭和の時代に比べればかなりね子どもの数も、減ってきていました。で前坂中学校も、1学年大体3クラスぐらいしかなかったので、男女の部活も、存続できないぐらいのね希望になっていたんですね。だいたい1クラスも35人ぐらいだったような気がするんですけどね、昭和に比べれば、1クラスの人数も減っていますし、まあ、日本の人口も労働者時代にぶち当たってしまうかなと思います。マスダレポートというのがありますが、ですね、2040年ぐらいになれば850ぐらいの地方公共団体が消滅をすると、言われていますので、特に浜松の場合は一応80万人ぐらいの、人口がありますが、政令指定都市としてみれば人口は、ね、かなり少ないですよね。同じ政令指定都市の、横浜市の場合は350万人ぐらい、人口がありますからね。それからすれば浜松市と静岡市が、政令指定都市の格を下げていくのが早いですから、短期間でね株式会社を作ることができます。日本は本当に時間はかかるわ、税金は取られるわ、いかにね日本の公務員が意味がないかということをねまず皆さんには、理解してほしいと思いますし、相当公務員はね税金を食いつぶしていますので、日本人国民全員で日本のね、税金負担職員を監視をしていく必要があるかなと思います。特にこれだけね経済も弱くなっていますし、でクビにならない公務員はたくさんいますから、教育の果たす役割というのは、かなり大きいんではないのかなと、思うんですね。特に今の日本においては、ですから学校教育でもその公務員の本当の姿をね教えていく必要があると、思います。
通の民間企業と違って、特殊勤務手当とか調整額はたくさんもらえるみたいですし、まあ、ぬるま湯公務員がね、一番おいしい思いをしていますから、待遇をね、受けていますから、高待遇、まあ、そういったことも子どもたちに教えていくべきかなと。いや、衆議院は何人とか、任期は何年とか、そういうことよりも、日本のね、ぬるま湯公務員の、利権とかね、そういったことを教えていきたいなと思います。で、本当のぬるま湯公務員の姿を子どもたちに教えた上で、自分の、ね、将来の、仕事を決めればいいのでね、前に変えた方がいいと思いますよ。まあ、税金負担職員を、甘やかしても全く意味がありませんから、学校教育でもね、義務教育、高等学校でも、税金負担職員の本当の姿を伝えていきたいなと。まあ、そのためにはね、地方でできる範囲で、教育もね、改革をしていきたいと、思っていますし、まあ、税金もね、ぬるま湯公務員のために使われていますから、それよりも、まあ、要はお金を生み出すのは民間の優秀な人たちですから、公務員はお金を1円も生み出していませんのでね、税金を食い潰しているだけですから、もっとその子どもたちの未来に税金を投資をするとか、子育ての人たちにインセンティブを高くするとか、だから生きた使い方をするべきだと思うんですよね、税金の使い方を。子育てにもっとインセンティブを与えて、なおかつ若い人も、挑戦しやすいようなね、社会を作っていきたいなと思います。若い人たちが挑戦しにくい国というのは衰退していきますのでね、まあ、今の日本の経済も、マイナス成長ですから、こういったあの数字をプラスにしていかないと、あの我々の生活も、楽にはなりませんし、日本人の平均賃金も、増えていかないと、いうことだと思います。まあ、確かに1980年代のバブルの頃は日本はあの世界でもね、イケイケの国でしたし、まあ、世界一の金持ちも日本人 で世界あの企業の、時価総額のトップ10にもね、日本の企業が、たくさん入っていました。ただそれから30年代ディスプレイ、デジタルディスラプションですかね、英語だと難しいんですけどね、DX 産業が日本には必要なのかなと。世界で活躍している、企業はたくさんありますが、日本の産業が負けているのは個人の企業に負けているようなところがありますからね。例えばアップルとか Facebook、Twitter、Amazon、 こういう企業も、個人が作った、しかも短期間でね、大企業に成長していますから、こういう個人によって負けていると。あとは新しい産業も、新しい DX 産業も生まれていませんので、まあ、日本の経済を、回復させて日本の平均賃金を上げるためにも、まあ、新しい産業は絶対に必要だと、思うんですね。今ある産業で、日本の GDP は年間500兆円ありますが、まあ、それも今は世界第2位から世界第3位に落ちていますし、まあ、経済で言えば国内が大きい問題だと思うんですよ。ですので、教育もね、時代に合った形に改革をして、人材育成のレベルを上げると、そうすることで新しい産業を起こして、で、国力を強くしていくと、いうことが大事なので、ぬるま湯公務員 の無駄を潰すことができますし、効率化、要は行政の、ね、効率化を、図ることができますから、まあ、脱アナログ行政と。